さんこんにちは、チャンネルダットのお時間です。大事です。エイジです。ナナミです。サクです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、今日は、今日はですね、またまたランキングなんですけど、はい、はい、はい、今日は音楽のランキング。おお、前ね、以前あれです、プリプリをやったと思うんですよ。はい、はい、2代、あれも2代ボーカリスト、自分のすげえと思う2代ボーカリストがいて、若い子に聴いてほしいっていうので、まず前プリプリ多分貼ってありますけど、はい、プリプリをやったんですけど、もう一人絶対見てもらいたいのがあるんですね、いるんですね。誰ですか？はい、こちらです。はい、レベッカ。レベッカの名曲、ある曲ランキングですね、今日はね。レベッカノッコーね、のすごかった、すごかったのを、はい、ぜひ若い頃のを見てほしいということで、今日はレベッカの曲ランキングをやっていきたいと思います。はい、それでは、やっていきたいと思うんですけども、レベッカはですね、80年代の、バンドブームを象徴するカリスマロックバンドですね。はい、はい、で、ボーカルがノッコ、これコウイって言ってんで、あとはみんな男性なんですけど、もともとは1982年に小暮立彦、シャテっていうギタリストがいるんですけど、この人がリーダーでノッコと一緒にレベッカを立ち上げたんです。でも、辞めちゃって、2代目の、リーダーが、土橋明夫っていうキーボードの人なんですね。まあそうです。そこから、まあ、そっからちょっと売れるようになったというかなという感じなんですけども、昔は学園祭の女王なんて呼ばれて、もう本当にすごかったんですけど、知らない？レベッカ知ってる？名前だけ聞いたことあります。知ってる曲は分かんないでしょ。多分知ってる曲あると思うんだけど分かんないと思うんですよね。はい、もうこれもね、あ、で、小暮たち鮭はその後、あれですよ、ダイヤモンド誘拐と一緒にレッドウォリアーズ、レッドウォリアーズね、はいはいはい、のギタリストですから。そうなんです。じゃあ行きましょう、早速、はい、第5位はですね、セカンドシングル、バージニティですね。バージニティ、はい、はい、バージニティ、これはね、リップス、1999年のフジテレビの、リップスティックっていうドラマのね、主題歌らしいです。見てなかったんで分からないです。分からないです、はい。三上博史、広末涼子だって。広末、もう99年だからね。あの、使われたのね、もっと古いけど、曲は80年代で。なるほど。バージニティ、ちょっと俺もね、パッと言われて実は曲が浮かんでないです。多分聞けば思い出すんだけど、はいはい、ちょっとね、前回のプリプリと違ってちょっと薄いかもだからちょっとこれは置いといて、最後はバージニティね。バージニティ第4位いきます。はい、第4位は9枚目のシングル、いきます。ムーンです。ムーン、分かんないでしょ。そこのドラえもん、ムーン知ってる？レベッカ、分かんないでしょ。ムーン、あなたは知ってるの、ムーン、あなたは何もかも、初めてキスした日のことですよ。知らないでしょ知ってるでしょ。あっちの人知って、映ってないおばさん知ってますね。これがね、第4位。これもう本当にノッコの個性的な声と不思議な世界観の歌詞の組み合わせが魅力的です。娘は13人になって娘の味を覚えてや、家を飛び出して戻らなくなったのあたりから、主人公はどうやら万引き特性がついた不良娘で、大切に来てと彼女は泣いたの、彼女に当たるのは母かな、等々と想像できます。抽象的な歌詞から不良娘とその母の物語をなんとなく想像させるのは作詞のセンスの巧みさなんでしょうねっていう感想、あの、このランキングを入れた人の感想なんです。なるほど、まあ、そんな感じ。ちょっとまあ、いい曲だよ、ぜひ聴いてもらいたいね。とにかく、レベッカも結構、その、なんだろう、YouTube にね、なんか、違法なのか分かんないですけど、学祭のやつ、早稲田大学のやつがあって、もうすごいいいんで、見てもらいたいです。なるほど。はい。もうすごいノッコのパワフルさがすごい分かると思うんで、見てもらいたいです。じゃあ、第3位いきます。はい。第3位はですね、5枚目のシングルです。ラズベリードリームです。うん。知らないでしょ、知らないでしょ。あのおばさん知ってますよ、ラズベリードリーム。チュチュルチュ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 ルチュだね。そう、ラズベリー胸元までソースイスイだって。そんな感じ。すごい、よく覚えてる。はい、これラズベリード、これも名曲なんだね。これ結構テレビで歌ってますよね。はい、じゃあ第2位もいきましょう。はい、第2位知らないんだ。まず第2位知らないんだよ。第2位はね、4枚目のシングル、
はい、はい、フレンズ。あー、出た。来ました。どうぞ。どうぞ。わかんない。はい、お願いします。いや、わかんない。口づけを交わした日はママの顔さえも見れなかった。わかんない。はい、最初の。どこでこの罠もフレンズ時が止まる気がしたです。イエスイエス、はい、そうですね。これ多分一番有名な。これにも有名だと。分かった。おー、思い出しました。 AT だ、分かった。はい、はい、でもこれが2位なんですよ。2位なんですよ。1位が違うんですよ。なんだろう。1位ライブの、1位のライブのやつ残ってるけど、はい、絶対見てもらいたい。もうもうすごいよ、この声量っていうの、伸びっていうの、あんなに踊り回ってるのにこの伸びかよみたいな、すごいので、ぜひ見てもらいたい。1位いきますよ、1位。1位、はい、こちらです。6枚目のシングル、ロンリーバタフライ。おー、ロンリーバタフライ、朝が来たら、ロンリーバタフライ、もう行かなきゃ。めっちゃ力込めてる、ね、ちょっと奥井香織と、ね、浜崎あゆみが混ざってますけど、こういうやつ、これ本当にいい歌なんで、ぜひ今の若い子にも覚えてる。歌今歌ったらお友達とかびっくりすると思うよ。なるほど。え、誰の歌みたいな。うーん、なるほど。ね、お母さん。本当だね。ね、なるほど。そんな感じで、じゃあちょっとおさらい、おさらいいってみましょうか。はい、第5位が、第5位がバージニティ。バージニティ。はい。第4位がムー。うん、第3位がラズベリードリーム。第2位がフレンズ。はい。第1位がロンリーバタフライ。うん。はい。これが、レベッカの、ランキングです。曲ランキング、はい、とにかくもう本当に、このノッコのパフォーマンス、あと声量とか、ね、うんうん、やっぱり、ね、ちょっと貶めしてからテレビで出られるのに、その若い頃のやつを見てもらいたい。本当にレベッカはっていう感じですね。俺は個人的に好きだったのはラブイズキャッシュって歌ってたんですね。マドンナのマテリアルガールに似てるやつ、うんうん、に似てるなって歌った方がいいな、ビジキャッシュ。いや、大丈夫です。大丈夫です、はい、それでは、まあ、こんな感じで音楽もののランキングやっていきますので、はい、またよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価もお願いします。またお願いします。